塚ババです。ここはですね、美しが原の美術館ですね。よくねバブルの頃ここのコマーシャルフジテレビで流してたんですけど、あれが富士山系グループの建物です。それでね、今日は美しが原を歩こうと思ってるんですが、いつもね山本小屋の方から歩くんですよ。だけど、まあ、株ママがこの美術館から歩いたことないっていうんで、今回はね牛伏山を通って大賀島の方に向かう、そういうルートを歩きます。では行ってみましょう。ああ、こういうのね、彫刻がね方々に点在してるんですよ。ほら、あれもそうだね、なんかちょっと俺には理解できない芸術だけどさ、あれはいわゆる生地打ちとかお花摘みってやつかな。上がったぞ。はい、ここがよく見えますね。皆さん、おなじみね、あれが大賀島ですね。よーく見える。はい、であれが山本小屋ですね。牛伏山山頂です。昨日といい今日といいね、いいですね。写真に恵まれてますね。お、これは有名な、牛伏山の象徴。あ、車の底ガッチャンガッチャンぶつけながら行ってますね。さっきのねふるさと館から、まあ、5分ぐらいかな歩いてくるとおなじみ山本小屋です。ここのねキノコ汁がすごい美味しいんですよ。八ツ川市。まあ、何回か美しが原来てますけど、今日この位置から見るね大賀島、雲一つないですね。鐘鳴らすひもかなんかが外されてんか、あんまりみんなガッチャガッチャ鳴らすからだよこれ。お、こう見てね、唯一動いてる牛を発見。草はんでるよ。ハムハムハムっつって、こっちも涼しくて気持ちいいよね。
はい、大型ホテルです。そうだね、ビーフシチューが11時半からなんだってあと1時間もあるんで、ピザトーストセットかいただきましょう。チーズトーストね、美味しかった。ビーフシチューを期待してきたんですけど、ちょっと時間がかかったみたいなんで、まあ空いてるお腹にはかないませんでしたね。はい、じゃあね、今日の一応ゴールというか折り返し地点は大賀島なので、大賀島でね、多分絶景だと思いますけど、山々を見て折り返したいと思います。いや、これは晴れてるな。はい、大賀島です。いや多分もうダメ。はい、あそこに見えるのがね、大賀島です。で、さらに奥があれが北アルプスですね、穂高連峰で、右ずっと行って大キレットがあって、右の方に槍が見えます。で、こちらの大きい塊がノリクラ、さらに左行って御嶽山、御嶽山の左、そこが中央アルプス。昨日ちょうどね、今ぐらいの時間に中央アルプスのてっぺん木曽駒に立ってました。で、こちらが南アルプスで、八ヶ岳一番左のね、とんがってるのが蓼科です。はい、ということでございましてね、のんびり長野旅1日目はちょうどあそこに見えます中央アルプスのてっぺん木曽駒ヶ岳に登ってきました。で、今日2日目、こちらのね、大賀島まで登ってきました。はい、というわけでございまして、昨日今日2日間ね、秋の長野を楽しんできました。今回もね、ご視聴いただきましてありがとうございました。カババでした。